別のニュースで国民の関心をそらすという呆れた危機管理マニュアル。旅客船沈没事故の批判を受け、マニュアルから削除。韓国海洋水産省が昨年作成した船舶事故時の危機管理マニュアルで、大型事故が起きた際に世論の関心を分散させるため、衝撃を創殺する記事のネタを発掘せよと定めていたことが25日分かった。韓国日報によると、旅客船沈没事故の政府対応に絡めて批判が出て、同省は24日この部分をマニュアルから削除した。同省は、船舶事故で発生する油漏れなどがメディアで過度に報じられた場合に、国民の海産物消費が減るなど望ましくない結果が生じることを想定したものだと釈明している。沈没事故をめぐっては、政府の救助の遅れや度重なる発表訂正が批判されている。韓国のネット上などでは、国防省が最近北朝鮮の核実験の兆候について説明しているのは、政府の事故対応への批判から目をそらせるためではないかとの疑念も出ていた。国防省報道官は25日の記者会見で、こうした見方を否定した。Thank you.